10月26日水曜日の山梨イマジンは、捕獲されたイノシシやシカの皮を使い、新しいブランド、郡内レザーを立ち上げた藤本仁奈さんを紹介します。きめ細やかな縫製と可愛らしいデザインの小物類を作っています。野生動物の命を最大限に生かしたい。革製品で生まれ変わらせることで、長く愛されるものづくりを目指しています。10月26日水曜日の山梨イマジン、ぜひご覧ください。